はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もワンピースオデッセイやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、プレイを始めまして、10時間ちょっと経ちました。まだまだ序盤にいるっていう方は多いのではないでしょうか。で、序盤からできる結構重要なことがあるので、それを紹介していきたいと思います。重要なこと、お金稼ぎですね。今回のゲーム、お金が結構重要です。俺も今80万ベリーぐらいしか持ってなくって、まだまだ足りない状態ですね。で、最初の頃からやっておくと、結構お得だよっていうのを紹介します。まあ、進んでいきますと、ボスが所々で出ますよね。で、ここはボンちゃんがいるんだけども、ちょっとボンちゃんでやりますね。はい、それでは戦闘に入りました。お金稼ぎのコツなんですけども、そう、波を使います。波のスキル、泥棒ですね。泥棒とか、なんか盗むスキルって、大体敵に一回使うと、次からは盗めなくなったりするじゃないですか。大体のゲームそうだと思うんだけども。で、今回のこのゲームは、何度でも盗めます。何度でもいける。で、ボスは特にね、お金をすごい持ってるのよ。なので、とにかくボスから盗みまくる。何回も何回も泥棒を使う。それがね、序盤からできる金策なので、絶対やった方がいいです。まあ、とにかく、ボスだけ生き残して、あとは倒してしまうんですよ。まずは。で、ボスには極力ダメージを与えないように倒していく。っていうのが重要ですね。ではまず、雑魚からどんどん倒していきますね。ゾロに変えて、あとウソップにも変えていこうかな。で、アイテムは、結構今回高いからね。うん。やっぱ最初からお金をたくさん持ってると、かなり、有利に進むことができます。ウソップでいっけ。はい。最初波で、そうね、全体攻撃しようか。サンダーボルトテンポがね、本当にね、今作品でめちゃくちゃ役に立つ。まずはこれをね、先制で打っとけば、まあ、麻痺させることもできるし、大概削ってくれるので、すごく使えますよね。はい。ボンちゃんのダメージも、まあ、痛いには痛いんだけども、まあ、言うほどないかなっていうぐらいなので、もう全然いいですね。どうするか。まあ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 。とにかく数を減らせるだけ減らそうか。こっちから行け。若干残るね。この攻撃力アップのね、装備とかをもうちょっと集めたいところなんだけども、この集めるのもね、なかなか難しいんだよね。はい、っと波のサンダーボルトテンポあと一発打てばザコは全部いけるかな。いけるね。まあ、とにかくボスは、残しておいてください。攻撃はね、極力当てないように。で、まあまあ、回復が必要な時には、チョッパーに変えたりとかね、そうすれば全然大丈夫なので、まあ、アイテム使ってもいいよね。高いんだけども、ボスのね、盗むを連発すると、もうそんなお金全然稼げるので、余裕です。OK。んで、ここで倒してしまえるかな。どうだ、多分倒せるとは思うけども。あー、何人か残った。2人残った。でも大丈夫。ルフィちょっと回復した方がいいか。まだいいか。まだいいね。いけ。あと一発ぐらいは多分全然耐えれるんでいいでしょう。交代で、チョッパーに変えとけ。で、回復しちゃいましょう。これで元気になるぞ。で、次のターンから、波で、
泥棒連発ができますね。うん、まあまあ若干ですね減っていくんだけども、まあアイテムを使ったりとかそうやってちょっと調整をしながらやるといいと思います。 OK、 波で泥棒、ボスはこれぐらい盗めます。11,830、1万ですよ。これを何回でもやれる。うん、なのでもう一戦でね何十万と稼ぐことができますね。なのでまあとにかく盗みまくってください。できるだけねアイテムを使って敵には攻撃をねしないように、もしくは敵にあまり攻撃が入らないキャラを選んでおくといいかもしれません。今回ルフィは、ダメージ結構与えれるので交代して、ゾロとかでいったらいいのかな。そうするとダメージもねそんなに入らないので、あー危ねえ、スキルを使いよった。はい、これでボスもね結構長持ちしてくれるのでいいですよね。はいはいはい、全然攻撃されても大丈夫です。あーちょっと痛かったな痛かったな。まあまあアイテムとかねスキルを使って調整してください。ありがとうチョッパー。はい、おお何えらい狙われるな、ちょっとやだな。ならアイテムで回復すればいいんですよね。これが回復、ありがとう助かったわ。んで、舐めないでね、もう一回盗んでみます。どれどれ、そうすると13,800、まだまだ盗めます。逃げ出すわけ、まあ、とにかくこのボスの HP がある限りもう盗みまくると、本当序盤からねこのアイテムをいっぱい持てて有利になりますので、まあ、序盤からこれはぜひやってください。今回の戦闘は計20ターン 251,282 ベリーゲットしました。この調子でいけばお金マックスもすぐでしょうね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。